あと僕にテーザー打ってみなさい。オラフ君は分かんないや。私には聞かないよ。え、なんで？アーサー刑事さん、はじめまして。あ、こんにちは。あ、こんにちは。なんだ、頼んでないぞ。私はドクターボンゴネ。ちょ待ってくれ。おい、俺をマサの場所に戻してくれ。大丈夫だ、私が君を助けよう。俺金ないんすよ、ボンゴネさん。何も知らんけど。ああ、すいませんすいません、すいませんすいません。そうなの、やばいな。よーい、ヒロシエンパス。なんだなんだ、何が始まったんだ。何それ、かっこいいでしょ。何それ、もう一回やって、もう一回やって。何それ。レリアから自白もらったんで、レリアも指名手配入れていいです。あれ、庄司さんに手錠かけたら庄司さんが消えた。あ、すいません。今モンスターで対応あるから、結婚されたら。すごい、何その技。どういう感じの。はい、やべ、消えた。庄司さん。あ、いたいた。その技絶対良くない。なんかこれ良くないですか。あ、マジか。裏世界とんだって僕。この間遊んでる時に開発して。え、でもすごい技これ。はい、あのスライディングで横通る時に手錠をめちゃくちゃカチ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 っと。え、僕も待って、行くよ。あ、はい。あれ、現場に取られた車とかあったっけ。軽強盗に入りそうなトラックとか。うわ、本当だ、飛ばされる。これ良くないよ。良くないよな、これ。良くないよ。マジか。絶対現場で使わないの、それ。わかりました。戦闘乗ってたから強盗はつくけど。あと僕にテーザー撃ってみなさい。この妨害と。僕にテーザー撃ってみなさい。オラフ君は分かんないや。私には効かないよ。え、なんで？私にはテーザー効かない。私にはテーザー効かない。すげえ。ああ、全然効かない。ああ、効かない。効かない。いいんじゃないですか。強い。強い。ああ、余裕だぜ。俺は何も言わない。だけど、覚醒したらなるさ、これは。アーサー刑事さん、はじめまして。あ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、体験なんすね。ハヤトどう？体験です。受かるといいですね。めっちゃおもろいです。ケズおもろいです。でも正式採用の人ですか？そうですね。合格しました。ちょっと前に。自分では捕まえてない。川中さん。川中です。え、いや、お願いします。とりあえずこれにしろって言われて、これにしました。なんだ？近くにいた、ソナクの店舗ごと、4020の近くに人がいたから話しかけて、職質かけてる。了解。これ無線連絡取ってるから、ミレ先輩早くした方がいい。殺されるかも。一旦ちょっと、ちょっと、一旦ちょっと、ちょっとすいません。すいません。すいません。一旦ちょっと、失礼します。ポッケだけ見させてもらいますよ。ほら、ごねるな。うん、ありがとう。何ですか、散歩してるだけなのに。あ、散歩？こんなところで？なわけないだろ。何に家あるんですよ、僕。コンビニの。ここに家がある。そこを見てください。どうですか、先輩。え、そこの上の家を見てください。わかりますか、俺が言ってる。この上の家？この上に白い建物ないですか？白い建物？これ？ちょっと見てください、それ。俺のってわかるっす。川中さん、今ね、危ないんで、ちょっと周り警戒お願いします。わかりました。いっぱい危ないもの持ってる。盗品持っとるやないかー。こら、泥棒！持ってるやないかー。盗品持ってました。何ですか、これ。あのコンビニのお宝持ってます、この人。あ、オッケー、じゃあもうちょっと箱でいいよ。どういうことですか、これ。箱。え、現行犯じゃないじゃないですか。何ですか、これ。現行犯じゃなくても盗品。だって金庫の盗品。やばい、なんかヘリ来た、ヘリ来た。なんかいっぱいで。何ですか、これ。逆に。お、なんだなんだ。横暴すぎませんか、警察。いやいや、え、結構待ったでしょ、職質するまで。いやいやいや、何ですか、何の職質なんですか、これ。やばい、アタック来てる。されてます。ちょっと、なんで店舗ごとでこんなに来るんだ、応援が。そう、町の方に下ってってます。何すか、このヘリ。なんでだ。なんだこのヘリ。大丈夫。やばい、もう多分これ行かれる俺ら。カバイ君、カバイ君先に。え、何ですか、何ですか。行きます。
一人殺した。あ、やべ、これヘリ落とされてる。うわ、殺された。先輩いる？キャプテン2番いきますね。はい、うわ、2人いると思わんかったわ、マジで。キャプテン、強制メズ入っちゃいました。無理だ。ヘリちゃんだ、ヘリ猿だ。キスミだろ。オッケー。3人以上いる。ちょっと状況分かってないんだけど、ミレイちゃんがやってたのって何だったっけ？あと、コンビニごと。あー、了解。な、なんだ、頼んでないぞ。私はドクターボンゴネ。ちょっと待ってくれ。おい、俺をまさの場所に戻してくれ。大丈夫だ、私が君を助けよう。俺金ないんすよ、ボンゴネさん。傷ついた人間を放っておけるわけないだろう。私は医者だ。おい、頼む、助けて、病院に下ろしてください。じゃあでも殺しに来てるんで、また来るかも。病院に下ろそう。違う、違う、公務員の、公務員が働いてる病院に。あ、病院の、そのブラックジャックみたいな人間じゃなくて。あった、病院に下ろせばいいんだな。はい、病院に。分かった、途中でガソリンを補充してもいいか。途中でガソリンを。あ、ガソリンがなくなりそうだな。ガソリン、ママも近くいるんだけど、もう何も好きにしてください。あ、分かった、すぐに送り届けてやるからな、安心しろ。逃げてる、兵で逃げてる、おうわ、これなんだよ。私は通知がなくても助けに行くから安心しろ。頼む、通知を出してなかったら助けに来ないでくれ。お願いします、ボンゴレさん。私は、なんだこのルート、ちょっと待って、医者が通る道じゃない。車両の応酬とかだけでいいかも。ちょっ、じゃあ、助けてポリトーで逃げたから。あ、ごめんね、客船が今弱木と三郎の2人だから行ける人行ってあげてほしいな。法廷行くわ、無線切り替えて。ただヘリ直してからが時間かかる。おかえりいってらっしゃい。なんか俺車に残ってるんですけど、ボンゴレさん大丈夫？魂が車に残ってて、肉体がボンゴレさんに担がれてます。大型だからちょっと待って。今よし、あ、よし、まず直そう。いやいやいや、病院で大丈夫ですよ。何かあってからじゃ遅い。いや、もう何かあった後なんですよ。鴨田さん、何かあってからじゃとかじゃなくて。銃で撃たれたのか、君は。銃で撃たれましたよ。なんてことだ。俺金ないですよ、ほんと。1円も、ビタ1も払えないです。金がない、大丈夫だ、命、命に背は変えられない。香水やられた。3日間俺切符切ってないですよ。俺、優秀な警官なんだな。優秀な警官っていうか、ちょっとダメですよ、車とか取ったら、車とか取ったら逮捕しますよ、来た時に。ちょっとお話をしてくれるか。ちょっと待って、めちゃくちゃすぎる。ちょっと待って、この人。病人でな。今、緊急事態なんだ。急いで病院に連れてかんと、この者は助からない。あ、いいのか、わかった。これが私の電話番号だ。後ほど電話させていただこう。それじゃあ、ありがとうな。で、隼人君は、オルカ。協力してもらってたんだったらいいか。隼人はオルカの市民。確かに、善良の市民だったな。いい人や。マジでやりたい放題チャンネルだな。何言ってんの君は。いやいや、私医者だぞ。すいません、すいません。だろう、ちょっと、はい、心の声が。おお、すごい、本当に病院に連れて。うわぁ、大丈夫か。ちょっと正規のお医者さん助けてください。すまない、患者が急患だ。正規じゃない。嘘でしょ。ごめん、おるか。すまない、この者が現場で倒れていてな。了解。女細動機以外の処置はしてある。あとは任せていいか。お、お、いい人だ。お、すごい。じゃあまた。お、ありがとうございます、モンゴルさん。でもね、はい。うわ、どうしようかな。ヘリ乗って7駅じゃない。パトカー乗って7駅なら、もうコンビニお願いします。コンビニ強盗です。普通にいい人だ。いや、足りるわ、足りる、足りる。普通にいい人だけど、あの、逃走方法にしてるから、何だかんだ言って、どっちかわかんないって警察の人言ってました。あ、何ですか、ごめんなさい。ちょ、なんか無線と混線しちゃって。ごめんなさい。大丈夫ですよ。無線が大事。ありがとうございます。すいません。あ、でもしかも救急隊の方からの無線でした。刑事って今何してる？川中さんね、ボンゴレさん連れてきた。もし手空いてたら。なんかいきなり現場からさらわれて、今すぐ降ろしてくれって言ったんですけど、放っとけないって言われて連れてこられました。713だった。ごめん、713。困ったもんですよね、本当。はい。でも今回は病院まで連れてきてもらったので、1回50万で。はい、すいません。ありがとうございます。いえいえ、事件隊お疲れ様です。ありがとうございます。ミレさん、あの後どうなりました？ミレさん、喉閉まってるんじゃない？あ、聞こえます？あ、今聞こえましたよ。あ、よかったよかった。すいません、さっき私めっちゃパニクっちゃって、多分クソデカ声だったかなって思って。あ、いえいえ、もう全然そんなこと。大丈夫でした。はい。あの後、行かれちゃいました？
あの後、川中さんってそもそも、はい。降りて、撃ってくれてて、はい。で、やられたみたいな。いや、そうなんすよ。銃でやられ、私も銃だな。俺は撃たれましたね。そう、ボンゴレ来て、ボンゴレに持ってかれましたね。ボンゴレさんって、治療されると若返るらしいですよ。体感どうですか？いや、あ、俺ね、あの、マジで金ないから病院連れてってくれって叫びまくったら、病院連れてってもらいました。ボンゴレさんだと高いってこと？そうそう、ボンゴレさんね、助けて一回もらったことあるんだけど、さ、あの、うん、いや、俺もらったことないな。あの、助けてもらってる人も見たことあるんですけど、サイコロ振らされるんで。あ、そっかそっか。あ、でもそれでちゃんと連れてってくれるんだ。そう、それで、もう本当に頼む、つって。ババアがボンゴレさんに治療してもらって、今、体感60歳ぐらいって言ってました。あー、それ若返ってんのか？そう、えとぐらい若返ってるみたいです。ちょっと今後もうちょっとなんかパニックにならないように気をつけます。いやー、もう全然全然、まあ、あれしょうがないです。犯人がごねてるとね、難しいですからね。ん？いなくなると早いな。